にどういうふうにスリランカに伝わったっていうことを今から説明しますので、今からちょっと仏教の話しますね。だけどその仏教の話ほとんど私が説明するのはスリランカで私たちが習った仏教とか私たちが知っている仏教のことを皆さんに説明しますので、日本とちょっと違うかもしれないんだけど同じところがあるかもしれない。その時このところは日本と合っている、このところはちょっと変わったところとか、それを考えて自分でどういうふうに頭に入れるとかっていうことを考えておいてください。はい、で皆さん、紀元前5世紀インドで悟りを開いたガウタマ・シッダールタが起こした宗教は仏教徒と言いますね。仏教徒です。でそれがアショーカ王様の時代スリランカに宣伝したんです。アショーカ王様の息子さんがマヒンドという、アルハッマヒンドという方ですね、お坊さんの偉い人がスリランカにそれを宣伝した。でその後は菩提樹というのはあのアショーカ王様の娘さんがスリランカに持ってきたものです。でその後スリランカに3世紀になるとお釈迦様の母が持ってくるんです。その母というのは西部の都ケンディというところですね。ケンディは町の名前で、その仏師寺、母が治めてあるお寺があるところですね。でそこに置いてあります。で皆さん、そのガウタマ・シッダールタという方は誰っていうことを今から説明します。インドではスッドートナという王様とマーヤという奥さんがいたんです。そのご夫婦に初めて子供が生まれたんです。でその子供のことはシッダールタと言います。で子供が生まれた時、インドでは占星術とか仙人の人 のことを信じていたから、スッドートナ王様が男が生まれた時、で仙人、山の上、山にいる人たちを呼んでもらって、いやこの子の将来はどうなるっていうことを最初はアシタ仙人という方から教えてもらったんです。このアシタ仙人がその子供のことを見て一番最初に教えたのは、この子がいつか悟りを開くという言葉をおっしゃったんです。だけどもしお城の生活をさせれば、もしかしたら偉い王様になるかもしれないって言ったんです。それでスッドートナの王様が思ったのは、私の息子が悟りを開くより、将来この国をと国を統治する偉い王様になってほしいって言って、お城の生活をさせたんです。でそれでこの予想のことをわからないようにお城の生活をさせたんです。でそれでこの子供がいつか外の様子を見たくて、お父さんから許可をもらったんですね、外出のために。でそれでこのお父さんが許可を出したんです。でそれでシッダールタがカンタカという馬に乗って、チャンナという馬を運転するみたいな人ですね。でそのカンタカ馬とチャンナという人とお城を出たんですね。で出たら門から外に出ていくと、一番最初にロイタ、年を取った人の姿を見たんですね。でそれで今まで見たことなかったこの方は誰ってチャンナに聞いたんですよ。チャンナ、この人誰ですかって。でこれが年を取った人ですよ、ロイタ人で。チャンネ、いつか私もこうなるって聞いたら、そうですよ、あなたもいつか年を取ってこういう風になるんです。ではこれがもういいって言ってまた城に戻ったんです。で2日の日にまた出て行く時、門から出て行ったら病気、病ですね、病気になった人の姿を見たんですよ。でそれでチャンネ、これ誰ですかって言ったら、これが病気になった人です。でいつか私もこうなるって言って聞いたら、そうですよ、あなたもいつかこうなるかわからないですよ、一応病気になる、みんなが病気になるって言ったから、これはいやって言ってまた城に戻ったんです。その次は僧列、
あの亡くなった人の遺体を持ってお墓に行って行く人たちの葬列を見たんです。それを見て悲しい人たちの姿、これ何ですかって言ったら、これがいつか生まれた人が死ぬ、これ死んだ人の遺体をお墓に持っていく、もうこれも嫌と言ってまた部屋に、あの城に戻ったんです。でその次にまた出てきたら、あの暴走した袈裟みたいなのを着て、あの歩いてる人の、ゆっくり歩いている人の姿を見て、これ誰ですかって言ったら、今の生活これが嫌になって自分で、あのいろんなもの探しに、あの歩んでる人って教えたんですね。お坊さんみたいな形の人、これなら私にもこれがあるかもしれないと思って、自分でじゃあ私もあの宗教するっていうのを決めたんですね。でそれでその日は本当はで自分が結婚したヤソーベラという奥さんに子供が生まれて、ラーフルという子供が生まれた時ですね。でその日の夜、チャンナとカンタコと一緒に出家ですね、あの川の方に行って自分の刀で髪の毛切って出家したんですね。それがあの私たちが勉強しているガウタマ・シッダールタの物語です。でその後はアラル・カーラム・ウッデ・カラーム・ブッダという先生のところに、その時インドにいたいろいろな先生たちのところに行っていろいろなものを勉強したんだけど、自分が探している真理、悟りを開くものはこの方のところではない、で私がこれを探すって言って自分で探したんですね。瞑想を通してやったんですね。それで悟りを開くことができる。その間に木の下で瞑想していた時、スジャータの話が出てくるんですね。今日本ではスジャータのミルクとか売ってるんだけど、スジャータっていうね、だからそのスジャータのミルクの元っていう話はそれですね。森の中で瞑想していた時、スジャータがお乳がゆですね、おかゆみたいなのをくれたんですね。それですね。でそのガウタム・シッダールタが自分で分かったことを弟子さんたちに教えたんですよ。悟りを開く道はこれです、これに行けば悟りを開くことができるんです、だけどこれが簡単なものではない、順番にやると悟りを開くことができるっていう難しい道路を教えたんですよ。でそれがインドではその時広がったんだけど、後からインドではヒンドゥー宗教というのは広がったんですね。でそのお釈迦様が教えた、お釈迦様の教えっていうのはちょっと厳しいみたいな感じで、それが上サブ仏教ですね。上サブ仏教で大乗仏教と上サブ仏教というのは2つあります。でそれでみんなで乗る船っていうのは上座部大乗仏教で、上座部仏教はお釈迦様の教えをそのまま勉強して悟りを開くことができるっていうことで、それがちょっと厳しいです。自分勝手っていうことはできない、ちゃんと弟子さんから教えてもらった、お釈迦様が生きていた時代におっしゃったものは本に載せてあるんです。でそれが3つのことに分かれてあるんですね。共存と立存と、共存立の一つがあるんですね。そんな感じで3つに分けたんです。そういうのは経典に載ってるんですね。そういうものを使って悟りを開くこともできるっていうのがあって、それが厳しい上座部仏教、少しの人しか乗れない船みたいな感じですね。でそれでお釈迦様が亡くなった後で、そのお坊さんたちから2つに分かれたんですよ。出てきたんですね。厳しいこのルールをちょっと緩くしましょう、お金触ってもいいとか肉食べてもいいとか、いろいろな考え方が出てきたんですよ。でもお釈迦様がルールとかそんなに厳しく作ってないんですよ。自分が好きならやってもいいよって言ったんですね。そんな感じで弟子さんたちもそういうことを言ったんですよ。好きな人がこういうことでやっても大丈夫だって教えたんですね。それで大乗仏教と上座部仏教に分かれたんです。でこの上座部仏教の厳しいっていうところは、子供作ること、結婚することとかはできないんです。
で小さい時から誰でもお坊さんになれるんです。でそのところは違うのは、日本の大乗仏教ではお父さんが亡くなった後でもしお寺ならその息子が お坊さんになれるとか、そういうのがあるんですよ。だからそれが大乗仏教と上座部仏教のとちょっと違いがあるんですね。でそれでスリランカに宣伝したのはアショコ王様の時代で、 お釈迦様が亡くなった後で偉いお坊さんたち弟子さんたちが集まって第一結集、第二結集、第三結集とかそういうのがあったんですね。そういうのが決めたこととかまたまた続けたんだけど、スリランカにアショコ王様の時代伝わったものは現在スリランカで使っているんですね。でそれが今スリランカではすごいお寺のお坊さんたちが深く勉強していて、昔口伝えお坊さんたちが弟子さんから聞いた話とか経典を使ってその話とか今スリランカではすごく人気になって、 お坊さんたちが普通の人たちにお釈迦様の時代こういうことがあったよ、正しい生き方っていうのはこれだよって教えてくれるんです。でスリランカに仏教が宣伝した後で今と違って昔の暦があったんですね。満月を見て月を見て荒野デーという満月を決めたんですね。だから 毎月満月というのがあって、スリランカはその日が休みになります。満月はで12ヶ月があるから、その12ヶ月にスリランカは毎月1日は満月になってお休みです。でその日には地元の人たちがお寺行ってお経を聞いたり瞑想したりいろいろやってるんです。その お釈迦様の祭りの中で一番人気ある祭りは5月の満月の祭り。その祭りっていうのはスリランカではお釈迦様が生まれた、悟りを開いた、亡くなった、これが日本に行くときまた違うんですね。日にちが変わるときもあります。でスリランカは全部お釈迦様のものが行ったのは同じ満月って言われてるんです。で満月、5月の満月はスリランカではすごい大きい満月祭りで、お釈迦様のために寄付する、記念のお布施するんですね。道路で食べ物無料であげたりとか飲み物無料であげたり、いろいろなものをやっている大きい祭りです。その次は6月の満月。6月の満月はインドのアショコ王様の息子さんアルハマヒンダがスリランカに仏教が宣伝した祭りで、まだ6月の満月もすごく大きい満月祭りになるんです。祭りっていうよりお経をあげたりお接待お布施したりそういうのをやってるんです。スリランカではお坊さんたちがお寺で生活をしているんです。でそれで地元の人たちが食べ物、朝ごはん、昼ごはんはお布施するんですね。で必ず檀家さんがいて、近所の人たちに今日はあなたたちの家、明日はあなたたちの家っていうのを決めるんです。でそれが亡くなった人のためにとか地元の人たちが喜んで差し上げるものですね。お坊さん の寄付っていうのを、食べ物とか お供え物っていうのはみんなが喜んでやってるんです。そんな感じでお坊さんの食べ物とかは地元の人たちがちゃんと用意するんです。でお坊さんたちは逆にその自分たちのことを大事にしてくれる国民のためにお葬式に参加したり、お寺の学校、日曜日学校やったりとかやってるんですね。それはお金は全然かからない。お葬式に来ても日曜学校で教えても全然お金はかからないんですね。お寺のお金っていうのは檀家さんがお寺の何かを作るときみんなの寄付をお願いしますと言うんですね。そんな感じでスリランカではやっている。お坊さんたちの袈裟とかは地元の人たちがくれるものを着ているんです。でそれで色で宗派があるっていうことはないんです。昔お坊さんたちの袈裟の色って染めたんですね。白い布に木の葉っぱとか皮とか潰して茹でたりとかいろいろすると色が変わっちゃうんですね。それでオレンジ色は別の木から取ったもので、茶色いのは別の木から取ったものとか、その自分が使った木の葉っぱとか幹とか皮とかで
染めたからちょっと色が変わって、あのお坊さんの袈裟はオレンジとか茶色になったりとかはなるんだけど、宗派で決めたわけではないんです。スリランカはそんなに宗派っていうのはないんですね。だからみんな宣告で、あの信じているのはインドで悟りを開いたガウタマ・シッダールタが起こした宗教で、それがスリランカに伝わって宣告は同じことをやってるんです。同じお釈迦様のことを勉強しているんです。誰でもお坊さんになれるんです。小さい時、ほとんど小さい時から袈裟を着ると袈裟から離れはしないんです。子供が5歳6歳時、お母さんとかお父さんに私はお坊さんになりたいっていうのを教えるんです。でそれで、まあ、どうしてもそういうことを言うなら、あの子供をあのお寺のところに連れて行って偉いお坊さんに、うちの息子がどうしてもお坊さんになりたいっていうから、あもうどうしたらいいですかって言ったら、お坊さんが先にこのお寺で1年間か6ヶ月ぐらい他のお坊さんたちがやることを見て、もしそれで OK だったらちゃんとあのお坊さんになれるって言って、先にお寺で生活をさせるんです。でその後はその子供がもう、まあ、私もこれができるって言ったら、ちゃんとあの周りの人たちにそれを教えて、ちゃんとあの祭りみたいな感じで行われるんですね。その時いろいろなものを寄付するんですね。お供え物として鉢とか袈裟とかそういうものを持ってきてくれるんです。でお坊さんに入った時からスリランカの地元の人たちはそのお坊さんのことを大事にするんです。家族から離れてこういう宗教の道を選んだから大事にしないとダメっていう。でそれでその親がすごい大喜びです。周りの人たちからあなたの息子がお坊さんになったっていうことをすごい尊敬するんです。それの逆もあります。で大人になってお寺から離れるということは、逆に親が周りの人からあのいろいろなもの文句を言われるんですね。周りの人にあなたの息子がもう今朝から離れたで、あの結婚したねっていうことは恥ずかしいことで、一切あのスリランカの男性はそういうことはやらないんですね。やる人もいるんだけど、一応あの今朝切るとまた今朝から離れはしない人たちが多いです。大人になってお坊さんになったっていうことはあまりあのスリランカではやらないことで、それが普通の人たちと生活をしていて瞑想とかやるとこれがもう嫌とか、ササン君でこういうふうに長くいるのは嫌とかっていう人たちが離れるとの分かってるから、あの大人になって袈裟切るっていうことはあまりないんです。小さい時からお坊さんになる人たちが多いです。でその偉いお坊さんが亡くなった後でそのお寺の偉いお坊さんになるのはあの自分の教え子です。教え子がお寺を持つようになるんです。今全部お寺は政府で登録されていて、お坊さんたちの人数とか全部数えているんです。だけど自分の子供がお坊さんになりたいっていうことはあまり親が好きじゃないことですね。あの男の息子がいれば、息子がどうしても社会でいいあの仕事をして子供作って親の面倒を見てくれるいい息子を育てたいという気持ちが持っている母親が多いです。だけどその中で、まあ、どうしてもお坊さんになりたいという方もいるから、私たちの宗教仏教徒では輪廻転生ですね。それが私たちが信じているんです。何かに生まれ変わってくるんです。でそれであのこのお坊さんたちになりたいっていう息子たち子供たちも輪廻転生でなんとかあの縁があると思ってるんですよ。それでお坊さんになりたいっていうかもしれない。だから私たちは生きる間にどういう事件がどういうことが起きるっていうことがわからないから、いつもお線香をあげたりお花をですね、あのお釈迦様に毎日やあのいろいろなお供え物をしているんですね。だから今の生活よりより良い生活をあのお願いしますっていうのがスリランカ人が毎日あのお線香をあげたりとかお釈迦様にお願いをするんですね。だからスリランカの仏教ではみんながいいことをやるといいことを与えるっていうのがすごく信じているんです。でそれでどうしても生きる間にあの宗教的な生活を続けるのはすごいみんなが認めているんですね。みんなが好きです。で死んだ後でどこにいる行くっていうことはみんながわからないんです。そのためにいいことをやるといいことを与えるっていうのがみんなが信じているんです。
でそのところは日本人も同じと思うんだけど、逆にスリランカの社会に宗教というのが入り込んでいます、強く入っています。で日本は今お寺行く人たちとかお葬式の時とかっていう、あのその仏教の形でお葬式をやったり、結婚式をまた、ね、キリスト教みたいな感じでやったり、ちょっとややこしみたいな感じになってるんだけど、まだまだスリランカはそのお釈迦様 の教えをそのまま経典とかでお坊さんたちが教えているから、あのすごいあの綺麗な仏教っていうのは、綺麗っていう言葉はあのお釈迦様のその正しい生き方教えてあるから、その生き方に行けばあの悟りを開くことがいつかできるっていうことですね。誰でも悟りを開くことができるんだけど、順番があります。この順番に行けば神様になれる、神様の後はお釈迦様になれるというのが信じているんですね。日本は大乗仏教の場合は誰も死んだ後で神になれるとかそういうのがあるから、そういうところだけちょっと違うんですね。それでそんな感じで仏教の流れがあるんだけど、私たちが教育五大乗があるっていうところは、お釈迦様が生きていた時代、悟りを開いた五大乗の分け木、2600年ぐらい古い五大乗ですね。だからスリランカの歴史の流れはすごく紀元前になるんですね。日本に仏教が宣伝したのは 6世紀ぐらいですね。でだからあのスリランカは非常に古い歴史を持っている仏教国です。で五大乗というのは聖光様の時代、自分の娘がサンガミッタさんがスリランカに持ってきた、お釈迦様が悟りを開いた五大乗の分け木です。だからスリランカ人がすごく大事にしているんですね。でそれで今インドのブッダガヤにある五大樹っていうのは、ここから持ってきた挿し木みたいな分け木ですね、向こうに向いてあるので、そんな感じで仏教の流れがすごい。で仏塔という白い仏塔というルワネリマハセというのは、スリランカではお釈迦様の車両を入れて作ったものはストーパーで、日本語で言うと五重の塔ですね。でそんな感じで仏塔もあります。でそれでもし仏教のことをもし聞きたいと思ったら、ぜひ聞いてください。